カミツレのきらめき、ブラックホワイトのスケベリーダーの筆頭格カードです。完璧にエロを見出したボディラインは、見ているだけで股間にダメ感が溜まっていきます。金髪美女のお姉さんスタイルと黒髪の少し幼げなリージョンフォームは、どちらも甲乙つけがたく、彼女の存在ゆえにソ連は崩壊したとされています。細い肩と長い指先、華奢な体つきは男性の庇護欲を誘いつつ、のこのこムクムクしたノコッチを10万ボルトで痺れさせます。きらめくのは果たしてカミツレかプレイヤーか、人としての尊厳が試されるでしょう。溶接工、最もポケカプレイヤーの脳を破壊した一枚でしょう。職人気質ないかつい表情からは想像できないほど柔らかそうな体は、多くのギャップ犠牲者を誕生させました。汗の一粒一粒に価値がつけられており、しかもその一滴は金よりも高価であるとされ、プレイヤーのスパナも溶接してほしいという男が続出し、一時社会問題にまで発展しました。重厚なフル装備から生まれた乙女は、男を気絶させ金玉ロストゾーン送りにする名手と言えましょう。振袖、褐色と着物が入り混じった X 染色体の新大陸のことを振袖と呼びます。挑戦的な目つきは、たちまち善良なプレイヤーを悪いポケモンに変えてしまうことでしょう。そしてやはり着物の破壊力は凄まじく、奥ゆかしさの時間の森を抜ければ、そこには立派なお月見山、さらに下半身は常識破壊の着物スカート、伝統と聖域、全てを破壊し築き上げたのは男の屍、その玉座に座るものこそが振袖でしょう。ユーリ、ポケモン界で彼女の名前はある意味禁忌と言えます。それこそ場に出れば山札だけでなく、あらゆる場所角度から種ポケモンが飛んでくるため、ポケカ史上初の全てのレギュレーションにおける特別禁止カードに設定されました。意味深にほっぺに当てられたモンスターボールの中身は、どんなオスポケモンが入っているのか、永遠の謎です。短すぎるスカートがはためくその瞬間、多くのプレイヤーは隙だらけになります。その隙を狙って相手のデッキを丸ごと強奪するワンタンキル有利がしばらく環境を支配した時代は、ポケカ史上最悪の時代だったでしょう。テレビレポーター、ショートヘアで薄着の快活なお姉さん、ある意味では地味とも取れる存在ですが、やはり迫りくる胸部の波動弾はかなりの豪華力で、プレイヤーのマイクはハウリングしっぱなしです。さらにポケモン界隈では、割と現実味のある衣装が脳みその理性を司る分野にクリーンヒット、一度レポーターの快楽にはまれば、右手によるワンハンドシャカパチはとどまることを知らないでしょう。ノーマルのテレビレポーターも別の意味でセンシティブであり、通好みのカードと言えます。風呂、へその衝撃、白い閃光、全てが規格外なその見た目は、風呂の親友であるカミツレとは対極的に存在するものであり、あらゆる部位の殺傷性はポケカ界随一と呼ばれています。彼女がいるだけで対戦が楽しくなるほど見た目偏差値は図抜けており、一時は風呂自身の効果で風呂を引っ張ってきて、さらにその風呂で風呂を引っ張ってくる、ただただ風呂を見せつけたいだけのプレイヤーが大横行。また数多くの風呂により対戦相手のテクノブレイクを狙うプレイヤーダイレクトキルのデッキが誕生するきっかけにもなりました。アズサ、彼女の存在をポケカ実装以前に知る者がいたとすれば、相当なクロートプレイヤーでしょう。さらに彼女の性的さを見出していたものとなれば、おそらく人間国宝に匹敵する日本の宝と言えましょう。満を持してポケカ界に君臨した彼女は、まざまざとその恩義を披露し、低学年ポケカプレイヤーを二度と戻ることのない遥か遠くスケベの彼方へと追いやってしまいました。細くも際立った胸や思わず滑りたくなる腰つきは、思考エネルギーを大胆に加速させます。ポケモンセンターのお姉さん、上位さんの最終形態です。いくつかバリエーションがありますが、やはり目を引くのがワイルドブレイズに封入されたお姉さん。優しくもどこか怖く的な意味は、10秒以上見つめると危険な興奮状態になるということで、流通が制限されたこともあります。ダメージカウンターを取り除き、状態異常も治せるということですが、フェチだけは治療できそうにありません。このお姉さんが所属するポケモンセンターは、ポケモンを回復させるまで7時間待ちがザラだそうです。ルチア、
キリストが初めてポケカをプレイした際、キリストは対戦相手が使用したルチアの圧倒的なきらめきとエロスに圧倒され、隣人に全てのサイドカードを献上したという恐るべき伝説が残るカードです。際を攻めすぎたショートパンツはそのまばゆさだけで一国の発電量を賄えると言われており、文字通り国宝クラスのカードです。しかしこれだけ露出を見せながらもいやらしさがないのはルチアのアイドル性の高さゆえでしょう。北欧ではルチアを求めて戦争を起こしかねない緊迫状態にあり、その価値は今もなお上がり続けています。観光客、ポケカ界の神のカードです。ポージング、キャラデザイン、細かなパーツ、大きな帽子により主張が小さくなった胸部などの演出、どれをとっても完璧という言葉しか出ないカードです。巨匠と呼ばれるピカソやモネもたまらずしこり出すため、全ての巨匠に伝承です。清楚でありながら性的さも残した斉藤直樹氏の渾身のデザインに、ポケカプレイヤーはもう眩しすぎて直視できません。